ばんは。日本語科では日本の古い芸能の一つである狂言の講演にいたします。この600年の歴史を持つ狂言は8世紀頃中国から日本に渡った芸能に由来していると言われています。元来庶民の娯楽であった狂言ですが、室町時代には財力と権力を持った人たちに抱えられるようになりました。この頃から軽妙な狂言は深刻なテーマを扱う能と一緒に演じられ始めました。退屈を観客を退屈させないためだったと考えられます。そうですね。江戸時代も幕府や大名に抱えられ、経済的に安定すると同時に経済的に安定する方が決められ親から子へ代々その芸音を伝承していく流れが整いました。今でもこの流れは基本的には変わってません。の狂言は西洋劇と異なることがたくさんあります。そうですね。簡単にその例を 2,3 挙げてみます。お願いします。はい。まず小道具は最小限しか使わず、パントマイムで擬態語擬声語を情景を表したり、立つ場所、座る場所に変えることで違う空間にいることを知らせたりします。それから今の舞台もそうですが、舞台の後ろに松の絵がいつもあります。この絵は奈良の春日大社にある松を再現したもので、昔々この松の前で神々に舞を奉納されたと言われています。また芸能の神様がこの松の上に宿っているとも言われています。また役を演じる人の他に舞台の後ろに人が座ります。この人は小道具係でもありますが、舞台の不都合があった時の助け人なんです。例えば役者の一人が突然倒れたりすれば、そこですぐ大役も務めなければなりません。そうですね。実際にそのようなことが過去に何度かあったと聞いております。表現の仕方もかなり違います。セリフのイントネーションも狂言独特なものなんです。例えば普通ならマクドナルドはおいしいと言いますが、狂言ならマクドナルドはおいしいとなります。それから表現の方決められています。泣く方、怒る方、笑う方、いろいろあります。例えば笑う方にしても若い女の笑いだとおー、男の笑いだとそして神様の笑いだとなります。古いことわざで笑う角には福来たりと申します。みんな様に笑って幸せになっていただければ何よりでございます。これはこの辺りに住まいいたすものでござる。今晩にわかにお客がござるによって太郎冠者を呼び出し、泉の境へ酒魚物を整えに使わそうと存ずる。やいやい、太郎冠者、おるかいやい。はい、いたか。お前におりまする。念の早かった。何
三次を呼び出すは別なることでもない。今晩にわかにお客があるによって何時は大義ながら泉の境へいて酒魚物を整えてこい。かしこまってはござれども、私は大内に行って働きましょうほどに次郎冠者をやらせられ。いや、次郎冠者はうちに用のことがあるによって、ぜひとも何時いてこい。その儀でござれば、かしこまってござる。うちも忙しい。早ういて戻れ。心得ました。さても迷惑などよ仰せつけられた。今一度参る分は苦しゅはござれぬわ。お客あるたびごとにまた参ろうならばほうど迷惑いたす。これはまず何といたそう。いや、いたしようがござる。あいたいたいたやいたや。いや、太郎冠者の声で異行門前が騒がしい。これは何事じゃ知らん。やいやい、太郎冠者、何とした何とした。ただいま泉の坂へと参ると存じてござれば、持病のしびりが起こりまして、一足も光りませぬ。あいたいたいたやいたや。しびりほどのことを養蚕に言う。どれどれ、まじないをしてとらしょう。何となされまする。総じてしびりのまじないには額へ塵を結めばそのまま治るというによってそれゆえつけた。いかないかな、私のしびりはずっとこじたしびりで、このような塵を馬にこだやじゅううたつけたと申して治りしびりではござらん。それには何ぞ司祭があるか。いかにもおびただしい司祭がござる。語って聞かせましょう。よう聞かせられ。心得た。私の親は子をあまたも垂れまするが、兄兄へはいえ、蔵を譲られまする。私は一の音じゃとあって持病のしびりを譲られてござる。さてさて、それは気の毒なことじゃ。しばらくそれに待て。かしこまってござる。これはいかなこと。太郎冠者は泉の境へ参る前と存じ、作病を起こえてござる。これはまず何といたそう。いや、いたしようがござる。やあやあ、なんと言うぞ。今晩おじご様の方よりお触れ舞いをくださりょうとあって、と
ともに太郎冠者を連れてこいと言って起こされたと申すか。それはせっかくなれど太郎冠者は持病のしびりが起こって一足も引かれぬによってともに次郎冠者を連れて行くと言ってやれい。ああ、もしもし、私がお供に参りましょうもの。なんと、その体でゆかるるものか。私のしびりは、ずっと優しいしびりで、千名を含めますれば、そのまま治りまする。それならば、急いで千名を含め。かしこまってござる。やい、しびり、よう聞け。今晩、おじご様の方へ参れば、お茶のご酒のとあってごちそうになる。いつは怒ろうとも、今日は治ってくれ。しびり治れ、しびり治れ。静かに召され。えいえい、やっとな。なんと立てたか。まんまんと立てました。それならば前へ飛んでみよう。飛べまする。後ろへも飛んでみよう。飛べまする。ピリリと回れ。はと良いか。時短とようござる。伊豆方へでもゆかりょうか。伊豆方へでも参りまする。それならばおじの肩と言ったは偽り。まことは伊豆美の境へいて酒魚物を整えてこい。その泉の境へと仰せらるれば、またしびりが起こりました。ああ、痛いや。あの、なんでもないやつ、しさりよろう。はあ。